倉敷インターチェンジは、岡山県倉敷市、西坂の山陽自動車道にあるインターチェンジである。倉敷地域北部に位置しており、同地域の最寄り IC の一つである。倉敷市、西坂の倉敷インターチェンジ東側のセブンイレブン、倉敷インターテン北側に倉敷インター停留所がある。この停留所には、両村内ホールディングスの高速バス用バス、停留所である。 霊暖房完備の待合室があり、バスは待合室前に停車し、利用客は待合室内でバスを待つようになっている。待合室内には、テレビ、飲料自動販売機、トイレがあり、待合室に隣接して、高速バス利用者、送迎車専用駐車場、自転車、バイク置き場がある。名称は、倉敷インターであるが、当バス停は高速道路の施設ではない。 2021年3月31日をもって、メープルハーバーを除く路線の停車は廃止された。2021年5月31日をもって、メープルハーバーの停車も廃止された。戦各地バス停は、倉敷市、西坂の倉敷インターチェンジで入り口の交差点の国道429号沿いにある、西坂地区、コミュニティタクシー、山彦号の乗り合いタクシー用バス停留所である。 乗り入れるタクシー会社、ありがとうございます。